ミートローフミートローフは会場のひき肉を加熱調理した料理である。ローフは古英語のパンが語源であり、転じて長方形の食パン型に成形したひき肉をオーブンで焼いたものをローフと呼ぶようになった。実際には円形のケーキ型やリング型のババロア型で焼くことも多く、必ずしも脳型体とは限らない。ひき肉料理の歴史は古く、古代ローマの料理書である。 アピシウスでも言及されている。ミートローフは、ドイツ、ベルギー、オランダ、オーストリア、ハンガリーなどで、古くからの定番の伝統料理として愛されてきている。アメリカのミートローフは、植民地時代のペンシルベニア州で、ドイツ系移民が食べていたスクラップルに由来する。しかしながら現代アメリカにおける意味でのミートローフは19世紀、後半まで料理書には現れなかった。 通常は、牛のひき肉が主であるが、豚やラム、合いびき肉も用いられる。ひき肉に玉ねぎのみじん切りを炒めたものを混ぜ、卵やパン粉などの穀物粉を成形のためのつなぎとして加え、塩、胡椒、ナツメグなどの香辛料で味付けしてよく練り混ぜる。生地としては、現代において、ハンバーグと変わらない作り方が普及していると言える。生地を金型や、 現代ではシリコン型などに詰めて、オーブンで焼き上げる。現調理法では型に入れないものや円筒型なども存在する。また樹脂を用いたケーシングを施したソーセージ状のものもミートローフと称されることもあり、燻製や直火焼きのミートローフも存在する。他の材料として豆類やピーマンや人参などの野菜類、マッシュルームなどのキノコ類を加えることもある。 表面にマッシュポテトを塗る、内部にゆで卵を入れるなどの追加的な特徴も様々な国や地域で伝承されている。焼き上がったら端から好みの厚さに切り、トマトソース、グレービー、ホワイトソース、ケチャップ、フルーツジャムなど好みのソースで食べる。ありがとうございます。